アラ・ヤロシンスカヤは、ウクライナのジャーナリスト、政治家。ウクライナ西部のジトーミルに生まれた。キエフ大学卒業後、13年間地方紙の記者。1986年のチェルノブイリ、原子力発電所事故の後、情報統制の枠を破って、取材を重ね、ソビエト連邦政府の事故対応の問題点を、求断し続けた。1989年、 ソビエト連邦人民大議員大会の議員に当選。地域官大議員グループに所属して、事故の真相と責任を追求、被害者救済のために活動した。1991年のソビエト連邦の崩壊後に、公表された秘密文書を入手し、1992年に、を出版、住民の苦難の実相とこれをもたらした、背景。 政府の意思決定の秘密、政治家、学者の無責任さを明らかにした。イズベスチア、コムソモリスカやプラウダ、ノーバヤ・ガゼータ、ニューズウィーク、ニューヨーク・タイムズなどに記事を書いているほか、著書、論文多数。1992年10月28日、日本記者クラブで会見に応じた。同年、アメリカ合衆国の医学者、ジョン・ゴフマンと共にライト・ライブリフッド賞を受賞。 2005年、1000人のピースルーマンの一人に選ばれた。ありがとうございます。